横浜新都市センターは、そごう横浜店が入居する、横浜新都市ビル及び、横浜駅、東口バスターミナル、横浜駅東口地下街、横浜ポルタ、横浜駅東口地下駐車場を管理する、第三セクター企業である。横浜スカイビルも、参照1960年代の横浜駅、東口は、横浜駅開業当初からの表玄関であった、ことから、 権利関係が複雑な土地や、公有地が多く、自然発生的な再開発が期待できなかった。その一方、西口は1950年代から、相模鉄道によって開発が進められ、1960年代には、一大繁華街として発展しており、東口は見劣りするようになっていた。そこで、民間企業の横浜駅前、新興株式会社によって、横浜駅東口の出島地区、 東口地下街の開発が開始された。1968年3月には、初代スカイビルの落成。1967年7月には、スカイプールの開業にこぎつけたものの業績が伸び悩み。また、横浜市警察庁舎土地、横浜市営、バス西営業所跡地の払い下げ価格が予想以上に、加算んだり、横浜市長が、 革新派の明日方和夫に交代したことよる、横浜駅東口総合計画の見直しなどの影響もあり、手島地区の北側、東口地下街の開発が困難になってしまった。そこで1971年6月に、横浜市全員協議会が、横浜駅東口総合計画を策定し、横浜駅東口の開発が開始されることになった。10月には、 財団法人横浜駅東口開発公社が第3セクターで設立され、横浜駅東口開発公社が東口駅前広場、周辺道路、横浜ポルタ、横浜駅東口地下駐車場、出島地区、横浜駅、東口バスターミナルの建設、運営を行うことになった。しかし設立の一ヶ月後に理事長の内山岩太郎が死去したことによる内部体制の不備や、 第三セクターという形態による出資者の当事者意識の不足。また、財団法人という形態を取ったため資本金1億円では資金が不足し、首都高速神奈川1号横羽線の建設決定による設計変更、第一次オイルショックの狂乱物価による建設費の高騰などの影響も加わり、手島地区の開発が困難になってしまった。なお、校舎の設立当初は、 出島地区との一体開発を前提にしていた。そのため1980年11月7日完成の地下街横浜ポルタ、横浜駅東口地下駐車場の運営だけでは事業の採算が取れず、校舎の赤字が膨らみ続けたため、1988年3月31日に解散、元の計画に立ち返る形で校舎の事業は出島地区の開発、運営を行っている。 横浜新都市センターが継承した。横浜駅東口開発公社日赤字が膨らんでこれ以上の開発が難しくなり、また市長が最後を同一に交代したこともあって、1978年8月に横浜市全員協議会により横浜駅東口総合計画が変更され、出島地区の開発は民間に委ねられることになった。1980年12月に 第三セクターで、横浜新都市センター株式会社が設立され、京浜急行電鉄社長の片桐助則を社長に迎え、当社が横浜新都心ビル、横浜駅、東口バスターミナルの建設、運営を行うことになった。なお1981年7月に、横浜市が横浜市臨海部総合整備計画を発表し、出島地区の開発が正式に組み込まれることになった。 横浜駅東口開発公社の大失敗の反省から資金対策は手厚く、設立当初から資本金30億円が用意され、その後の増資も計画し、また資本金にはできるだけ手をつけない方針で経営していた。また経営感覚を持たせるために、社長は民間企業出身者とし、民間からの出向者の給与、役員報酬は出向元の負担とした。その後、 経営が安定するようになってからは、給与、役員報酬が払われるようになったが、社長に限っては無報酬で勤めるという伝統が、現在も続いている。出島地区の県にあり地に建てられていた、横浜振興クラブについては、建物を所有していた神奈川県、京渡る会との立ち抜き交渉が難航し、1984年3月には、事前の合意を覆して、神奈川県、京渡る会が、 土地明け渡しを求める不動産仮処分を裁判所に申請。控訴棄却を経て8月17日には本訴に至ったが1987年8月12日に和解が成立し立ち退きが完了。また横浜スカイビルの大株主の交代による所有地売却交渉の白紙撤回と横浜スカイビルが単独でのビル建設を主張して当社と対立するなどの問題もあったが 1983年9月1日に、出島地区の土地の所有割合に応じて、横浜スカイビルが横浜新都市センターに出資することと、横浜新都市ビルを横浜スカイビルと共同建築、共同所有とすることを条件に土地を借り受けることで和解した。1983年10月8日には、横浜新都市ビルの起工式が行われ、11月には、 横浜市臨海部総合整備計画も開始された。1985年9月26日に竣工し、9月30日に開業した。開業後の経営は順調で、開業直後の1985年度1986年度は一時的に、当期準利益がマイナスになり、1989年度には、解散した横浜駅東口開発公社の事業、 債務を引き継いだため赤字になったものの、それ以降は安定して堅実な経営を続けている。タイル表面の凹凸でカモメが描かれているビルの基本構想には総合プロデュースを担当していた浜野康弘と共に働いていた安藤忠夫が携わっており、横浜ベイクウォーター側にある半円形のカーブは安藤の提案をもとに設計されたものである。この部分に非常階段が設置されている。 またメインテナントの総合の提案により、3階から上の部分の外壁には、磁気タイルの凹凸でカモメが描かれ、光の加減によってカモメが浮かび上がって見えるようになっている。フチギム駐車場は、地下3階の横浜駅東口地下駐車場と横浜ベイクウォーター前の総合パーキング館横浜ベイクウォーター駐車場。出島地区は、 ジ誕タ城や横浜振興クラブがあった埋め立て地であり、おしるこ上の軟弱な地盤であったため、地盤改良のために、ビルの高さよりも、長い杭が多数打ち込まれている。なおビルの設計当初は、ビルの海側の地下に、国鉄横浜線の新駅を設置する計画があったため、地下1階のバス会社窓口、コンビニエンスストアがある場所に、 新駅への連絡通路と表示がポルタに直結する地下2階総合正面入り口前、広場の右側にエスカレーターと階段が用意されている。1998年9月19日から1999年1月17日まで、10月に38年ぶりにリーグ優勝を遂げることになる横浜ベースターズの人気にあやかり、新都市プラザに、 佐々木和弘投手の右腕を肩取りした像をご神体にした神社、浜の大魔神社を設置した。全国からも観光客が訪れるほどの大盛況で2度にわたって展示期間の延長を行った。その結果、東口全体で10億円以上の増収となった。フロア案内、編集横浜駅、東口バスターミナル、編集横浜駅東口バス乗り場を 参照新都市ホール、編集横浜新都市ビル9階の市民フロアにある、平場の多目的ホール、またホール、楽屋とは別に、ミーティングルームが3室設置されている、講演会、説明会、進学就職イベントコンサートファッションショー、上映会、展示会、バーゲンセール会場など、様々な目的で利用されている、横浜ポルタを参照左下が、 横浜駅東口地下駐車場のポルタ、ガーデ入り口正式名称は、横浜駅、東口駅前第2交通広場。横浜駅北東口から横浜新都市ビルの間、国道1号線の地下にある、タクシー乗り場。横浜市が設置、管理する交通広場であり、横浜新都市ビルの施設ではない。乗降場所は、横浜ポルタ側にある、タクシープラザで待機する、 タクシー右側が横浜ポルタ、奥が横浜新都市ビル。ありがとうございます。